ブルジョワ劇とは18世紀のヨーロッパで発達した悲劇の一種のこと。ブルジョワ劇は啓蒙時代、ブルジョワ人の発生、その理想の成果で主人公が普通の市民であるという事実がそれを特徴づけている。古典並びに新古典の理論家たちは、普通の人々は常に悲劇の対象で、悲劇の主人公は常に貴族階級の人間でなければならないと主張した。 アリストテレスは、詩学の中でこの原理を、はっきりと述べ、劇、死に関する後世の古典記の著作がそれに続き、ドイツのマルティン・オーピッツをはじめとした16世紀の評論家たちによって、上流階級の成員だけが劇として再現するに、値する深刻な被害を受けることができると、法則化した。それに則っ,って、アンドレアスグ・リューフィウスの暗殺された王、または、 カロルス・ストゥアルドゥスでは、チャールズ・一世、ジャン・ラシーヌの、フェードルでは、テイセウスの妻・パイドラ、ウィリアム・シェイクスピアの、リアオでデ・ワレアなど、王族や貴族たちが、悲劇の主人公に選ばれた。17世紀、イングランドで、中流階級の主人公による悲劇が作られていた。しかし、イングランドで、最初のブルジョア劇と言えるのは、1731年初演の、ジョージ・リロ。 ロンドンの商人である。一方、フランスで最初のブルジョワ劇は、ポールランドワのシルビーで少し遅れて、ドゥニディドロの日本の劇、死生児と一家の父がそれに続いた。これらの劇は厳密には悲劇とは言えないものの、ブルジョワジーの生活の重厚な描き方は、当時の喜劇からすると型破りで、より純粋な悲劇作品のための手本となった。ドイツでは、 この新しいジャンルは市民悲劇と呼ばれ特に成功した。一般に最初のドイツ市民悲劇はゴッドホルトエフライムレッシングのミスサラ・サンプソンと言われるがクリスティアン・レーベレフト・マルティーニのライン・ソルト・ウンとサファイラの方がわずかに早い。レッシングのエミーリア・ガロッティも市民悲劇の古典的例である。さらにレッシングは著書ハンブルク演劇論の中で 古い法則を無視したことを理論的に正当化した。ドイツ市民悲劇には他に、ヤーコプ・ミヒアイル・ライン・ホールト・レンツの軍人たち、フリードリ・ヒホン・シラーの企みと声がある。ブルジョワ劇は、その主人公たちが属するブルジョワ階級の価値を普及させる傾向がある。その理想は、国家的な事件を考えず、自分個人や家族の生活に関心を向ける良い市民である。 ブルジョア劇の中では、美徳、人間愛、個性、本当の気持ちといった価値が大切にされていた。ありがとうございます。